枝毛カビ科は、接合筋、門接合筋、高毛カビ目に含まれる、分類群である。抗議には、毛カビ科に含める考えもある。毛カビ類は、よく発達した多角の菌糸からなる、菌糸体を形成し、大きな胞子脳を立ち上がる、殻の先端につけるのを基本的な構造とする、菌類である。さらに、小胞子脳や分節胞子脳などの、より特殊化した、無症生殖器官をつけるものもある。 枝毛カビ科は、消耗指能を持つ種を含むものとして建てられた分類群である。このトガを最初に認めたのはブーリフェルドである。枝毛カビを代表として、大型の胞子能と消耗指能を同時に生じる毛カビ類を含めるものである。その後、毛カビ目のトガがいくつも追加されたので、トガの範囲には、いろいろな変遷がある。このトガの典型的な定義は、 レンドナーによるもので、それによると、このトガに含まれるのは、方子形成する。柄の上に次のような二通りの異なったタイプの、方子能をつける。柄の先端には、大きくて、多方子の方子能をつける。これは、柱軸があり、その壁は溶けるように崩れる。柄の側面からは小型で少数の方子を含む、方子能をつける。これは独特の分子を示し、その壁は崩れない。 商法指能であるが、方詞を一つしか含まない。商法指能は、分生詞と区別が難しい。これをこの都がに含めるかどうかで判断が分かれる。また、同一種であっても、内方指能を形成しないことは往々にしてみられる。とすれば、商法指能のみをつける方のものもここに含めることも可能となる。そのような点からも、このトがの範囲に対する解釈が分かれる。講議の場合、消耗指能を持つ。 ケカビ目すべてをこれに含める。その場合、クスダマカビや郊外ケカビもこのトガに含まれる。しかしそれ以外の特徴から、これらは独立化とみなす場合が多い。最も普通な扱いでは、トガの特徴として、次のようなものを挙げる。おおよそ以下のような属がこのトガに含められる。ほとんどが、不正菌で、フンから発見されたものも多い。次のものはこのトガに含めることも、別化とすることもある。 蒸気のように、毛カビ目の分類体系において、この戸川は長く重要な位置を占めた。ところが、分子系統などの情報が集まるにつれ、蒸気のような無償生殖器官及び有性生殖器官の形態による分類体系が真の系統を反映していないことが明らかになった。そのため大規模な体系の見直しが行われている。そんな中、枝毛カビが毛カビ会議するという説が浮上した。 そうなると、枝毛カビカソのものが存在しなくなる。2013年でも、このような体系が提唱されている。今後の変動はあるかもしれないが、このトガの名は消える。可能性が大きい。ホフマンイアル。ありがとうございます。